きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ今日は DeNA ベイスターズ、はい、サバイバルポジションっていうね、うん、でも今年結構ひょっとしたら DeNA の評判も高いんじゃんな。うん、去年ね良かったですからね、うん、多分豊さんあたり DeNA1 位予想してんじゃん。おだってやっぱ桑原の自主トレとかも行ってたし、はい、あそうですね、うん、ちょっと DeNA に寄っていってんじゃん、うん、最近 DeNA OB 職出してるからそうまあまあ事実 OB ですからねそうそうそう、うん、DeNA の OB ではないよ。太陽、太陽だ、太陽ですベイスターズの OB でもないからホエールズ。そうですね、コーチはね、はい、やってたけどね、うん、中さんの時にね、はい、でも多いんちゃう、うん、でも俺はそこをビシッとね、はい、切ってるから DeNA、うん、ね、そう DeNA ファンの人が見てるけど、はい、切っててね、はい、まあ4位っちって、あ4位予想でしたっけ。まあでもあれは正月だから、うん、まあ、まあ俺はもう開幕の前日に最終発表、うん、はい、そこまでどうなるか分かんないから、うん、でも俺は去年 DeNA の元々を、うん、優勝予想してたけど、はい、B クラスに外とオースティンがいなくなってしちゃって、うん、あそのままにしときゃよかったなって思ってるから。そうです、ね、今年はちょっとそのままにしとこうかなみたいな変えない方がいいかもしれない B クラスで変えない、ね、うん、でもまあポジション的に言うとね、はい、まあ、キャッチャーね、うん、峰がいなくなって、ね、まあ、ここは伊藤、戸柱、うん、サバイバルだね。さすがにね、ルーキーの松尾くんがいきなり主戦で出ていくことはないと思うけども、まあ戸柱、伊藤、ね、山本、うん、まあ、ここら辺でサバイバルだね、キャッチャーね。でも去年のロッテみたいに松川君をこうすぐ使ってたじゃないですか。誰もいないからね、いるから誰もいなくはなかったと思うんですけど、ね、いやいや、もういないもん。そうですか、うん、で、田村は干されてたし、いるけど、ね、いるけどね、いるけどちょっと干されてたから、だから、そうそうだったんですか、だから透明人間だってだから見えてなかった、うん、透明人間っつって何ですかそれ、知らんの、知らないです、あらわあるあらわあるっつって、知らない、いやいや、やばいって、これはもう国民的、え、国民的スターの歌よ。え、これ知らんって、もうほんとやばい。透明人間って香取慎吾さんのドラマだったら知ってますよ。いや、透明人間っつって、ある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 っつって、先生知ってます、全然知らないです、おかしいやろ、はい、この人たちの、この歌の歌ってる人たちを知らないっていうことは、うん、はい、今で言うと、うん、アド知らんって言ってるようなもん。アド、今だったらアドなんですね。アド知らないって言ってるようなもん。へぇー、はい、色がつく名前の歌手で、色、色、うん、色がつく、青、あ、青、何、黒、黒、何、黒、ブルー、ブルーなんじゃないですか。ブルー、外国人ですか。日本人で、外国人が透明人間って言うかだってブルーなんとかとか言うえ、あ、色教えてください。ん、色、色、あ、わかった、はい、ピンクレディ、正解。あ、ピンクレディの歌よ。ピンクレディは知ってますよ。私ピンクのサウスポーって、テレレ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 レやろうとしてよ今。え、いやいや、今もう今パカマーさんファンが見たいらしい。UFO なんてこれ。テレレレってってってかやるし、はい。もうやった今。何が？UFO って。あってもそうですよね。カルベーみたいな。いやだからそれ透明、一緒の中でだから透明人間。透明人間は知らないです。そう。私地元も一緒ですからピンクレディ。そうだよ、あれだよね、東神殿だよね。兄ちゃんはね。そうなんですか。え、東神殿知らん。東神殿。東神殿、はい、住所ですか、うん、東神殿、わかんない。でも常葉学園でしたよね。安倍川渡ってそうだよ。なんで知ってんですかそんな住所まで。いや、それは俺はもう知ってるから、日本全国いろんなこと。ポツンと一軒追っかけだったんですか。ん、追っかけてたんですか、東神殿まで。うん、でも子供だから俺そうか、東神殿かな、東神殿かな、わかんない。だから東神殿だ。東神殿ですか。ちょっと調べてみて。いいよ、あ、東神殿だ。駿河区か。ちょっと駿河区わかんないな。ね、透明人間になってたから。なってました。田村の話からここまで飛躍してる。本当ですね。だからキャッチャーはサバイバルだね。はい。はい、で、ファーストは、うん、外がどこまで元気かにもよると思うんだよね。うん、外が元気だったら多分ファースト外、はい、セカンド牧、うん、サード宮崎、はい、ショートはサバイバルだね。うん、京田森、はい、大和、うん、柴田、まあ、柴田セカンドか。まあでも内野っていうとこ行った。まあそこショートがサバイバルだね。うん、
まあ、森はね出てきてほしいけど、ね、大和も勝負強いしね、うん、で京田がね中日から来てそうです入ってきましたからね、まあ、どうなるかっていうところだけど、うん、まあだからでもショートはサバイバルだね。そうですね。でレフト様でしょ、はい、でセンター小原でしょ、うん、でライトがオースティンがねちょっと出遅れるから、うんうん、最初ねだからライトがサバイバルだね、うん、だから太田、はい、上里、うん、楠本、梶原、海老名とかがサバイバルだね、うん、まあだからライトとショートとキャッチャー、うんはい、で万が一外がパッとしなかった時に佐野がファースト来た時に外野2つだね、はい、でもまあ外がパシッとファーストにはまった方が優勝への道は開けるからね、うんうんうん、だからまあでもキャッチャーはもう回せ回せだねこれも、うん、誰か1人っていう、でも俺は何気に上皇君が早く支配下になって、はい、松尾より結果的に良かったねパターンもね買いパターンあるからね愛媛マンダリンパイレーツからだから、はい、大型ですね184センチ90キロ、であとアバギーね、アンバギーですね、本当だアンバギー、うん、外野だって、はい、まあ、これはもうキャンプでちょっと要チェックだね、はい、分かんないね、うん、アンバギーは、まあ、だからこんな感じだね。でもまあやっぱり打線はいいね、うん、いい感じで、そうですね、うん、でも一つ難点あるのはやっぱあのレギュラーと控えの層がちょっと激しい、あだからやっぱ万全の状態で戦いたいね、うん、そしたらもう面白いね、はい、でピッチャー、はい、まあ、先発、まあ、確定してるのは、うん、まあ、大貫でしょ、うん、今永でしょ、はい、でまあ、浜口でしょ、うん、でまあガゼルマン、あガゼルマンはまあ投げさすやろさすがにね、いくらパスポートなくなしたって言っても、で別に意地勝だからね、はい、まだ、ね、まだまだ、うん、まだそんな慌てるほどでもない、はい、でもこの4人は多分確定だと思うのよ。だからまあ4人、2人サバイバルだね、うん、だからそこに東とか、はい、坂本投手とか、うん、坂本、うん、あと上茶谷、うん、とか、あと石田、京山、うん、って感じかな。でもそのぐらいか、石田もう確定かな、うん、1です。1ですか。あと1に東、まあ、はい、東、京山、上茶谷、うん、ここら辺かな、はい、がまあ競い合うかなみたいなね、うんうん、感じかな。でリリーフは山崎康明でしょ、はい、守護神がね、うん、入江ね、うん、で平田、田中、はい、エスコバ、うん、5だね、うん、だからまあリリーフ2、先発1、リリーフ2ぐらい空いてるね、はい、だからまあまだピッチャーチャンスあるね、うん、でもピッチャーもだからやっぱ DeNA のキーはピッチャーやな。今のを見ても思ったけど、まあもちろんね今後っていうところで若い選手たちの活躍は欠かせないけど、カチッとハマったらいい選手いるけど、崩れた時にそれ立て直せんな。あだからキャンプはその底上げを、次の人たちの底上げをどこまでできるかが勝負だね、野手もピッチャーも、うん、そしたらやばい強い、おーベースアップしていけば、うん、だから誰かがちょっと抜けたとしてもバックアップできる選手が控えてるから、はい、その全体のベースアップができればね、うん、層も厚くなるから、なんか起きた時にバタバタ、調子がいい時は勝つけど調子悪くなったら負けるみたいなのがなくなるから、うん、そういった意味ではその層の厚さをやりたいね。キャンプで、うん、なんかメジャーのダイヤモンドバックスから臨時コーチ招聘みたいな書いてましたね。いや臨時コーチとかもうほぼ 90% 意味ないから、まあ、呼ぶのはね、うん、自由だけど、はい、俺いつも思うね、もう臨時じゃなくて雇え、なんで雇わないのっていう、雇えない、その人の都合で臨時じゃないとスケジュール取れないから無理なのか、うん、どうせ暇してんだったらもうちゃんと雇ってあげてもあげてればいいのにと思うね。そんないるんだったら臨時じゃなくて、はい、いいんだったらね、うん、そこら辺聞いてみたいよね。そうですね、うん、全然長い期間じゃなかったです、うん、7日から13日だけでした。いやもう絶対無理やろそんなもん。それはまあすごいヒント使う人もいるかもわかんないよ、うん、まあ難しいよね。だって一番スポーツの難しいのは、うん、教えられて気づくことよりも、うん、気づいたことをできてるかどうかを確認する作業の方が難しいね。あ要はできてるかなっていう、うん、でもそれを見てくれる人がいるわけよ、うん、でそれで結果が出なくてもうまくいってなくてもいやできてるから大丈夫ってやらないと、結局やってる方は結果でしか判断できないから、はい、そのできてるかどうかが分かんない、これでいいのかなっていうままいっちゃう可能性がある。そうそう、ほんで分からなくなって、うん、で勝手にまた違うことやりだす、うん、いうことによってのプラスはあるけど、できてるかどうかの確認をして固めるまでやらなきゃいけないの。そうか、前言ってましたね、臨時コーチは
その在籍してるコーチにも教えないといけないって言ってましたもんね。コーチが理解しなかった、うん、いきなりコーチがそいついなくなった瞬間に違うこと言い出したら終わりだから。そうですね余計狂っちゃいますよね。そうそうそう、料理とかでもいきなり来てこうこうこうなんだって、塩足りへん、もっともっと塩入れろっつって、だんだんそんなえちゃんの人はみたいになるやん。そうですね、だからそこら辺ね、まあ、全く意味ないとは言わないけど、はい、そういったところを万全にしていかないと、うん、結局はなんかパフォーマンス的にね、はい、見られてもっていうところもあるからね、うん、であとは結局結果出たら、だって結果出たらでヤクルトもかわいそうだよ、うん、結果出たら古田さんの臨時コーチのおかげって言われたら、はい、既存のいるコーチ、うん、何の役も立ってないってことじゃん。そうです。だからそういうのもかわいそうだよね、そのいる人たちがね、うん、だから俺はそあんまりって思うけども、はい、まあ何かのヒントになればいいよね。そうですね、何か誰かが掴んでくれればいい、うん、そうそうそう、ね、あとはどこまでベースアップするかだね、はい、まあ、そこら辺のね、だから小園とかもねいるから、はい、まあ、今年ね出てきてほしいよね。小園健太、小園君ね、うん、そうそうそう、はい、徳山とかね、はい、だからそういったところをベースアップが誰をするのか見ていくと面白いかも、ね、うん、そうですね、そこができれば本当に強くなると思います、はい、はい。